願いします。シーズン前にサポーターは前にしてますが、今どんなお気持ちですか？ワクワクします。はい、今年はこうどんなチーム、こうどんなサッカーを目指していきたいと思われてますか？まあ、先ほど言ったように、もう今のサッカー走らなきゃ勝てないんで、走りながらですね、もともと私の印象としてはギラファンズ北九州はどちらかというとショートパスをつないで崩していくっていうところがあったんで、そこの伝統を少しアレンジしながら、この間のワールドカップじゃないですけど、少し、ショートパスでも縦に速くいくようなサッカーを地上戦で、やっていきたいなっていうところは今想定しています。昨シーズンの得点を取った佐藤選手や田中選手、藤川選手が移籍されました。今年はこうどのように点を取っていこうと思われてますか？まあ、それはサッカー界でよくあることなんで、変わった選手が活躍してくれると思いますし、先ほど言ったようにチームがハードワークして誰か一人に頼るんじゃなくてみんなで得点を取れると、逆に、昨年はどちらかというと私が分析した中では失点が多かったなとこういうところを感じてますので、特にクロスサイドからの失点が多かったので、まあ、そういうところをしっかり修正していければいい攻撃がよりできるんじゃないかなというふうに思います。新加入選手の皆様とご一緒に座られて、こうどんな印象をお持ちですか？いや、みんな元気いいですし、若い子が本当に、生き生きとやってますので、まあ、ベテランもやってますけど、まあ、ベテランとバスサンド11なんで若いんですけど、まあ、そういう意味ではまだ練習ね軽いんでみんな笑ってますけど、これからどん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 進化していこうかなっていうのを思います。この10人に期待することはありますか？期待することはありますか？選手は全員戦力だっていう話をしましたので、もちろん先発メンバーが決まったりとかベンチメンバーが決まったりとかベンチ外のメンバーはあるんですけど、全ての選手が戦力っていうところで今年スタートしてますので、まあ、そういうところでは時間に関係なくみんなに期待したいなと思います。若い選手とかなり多いと思うんですが、この勝利と育成はこうどう両立していきますか？まあ、平均年齢が23歳ぐらいなんですけど、まあ、大学生ぐらいですよね。けど非常に伸びしろがあると思いますし、勢いに乗れば行くんですけど、うまくいかなかった時っていうところをしっかり見てあげながら、そういうふうにいかないようにさせながら、まあ、経験があるスタッフが多いんで、そういうところで先ほど言ったチームの一体感、団結力っていうのを常に強固にしていけるように日々努力していきたいなと思います。そして今シーズンのチームスローガンが原点回帰、最後まで戦うとなりましたが、これについてどのような印象をお持ちですか？いや、非常にいい言葉だと思いますし、もう一回本当に何度も言ってますけど、ハードワークしながら、本当は選手のスプリントの回数とか速度っていうのが分かっていればもっと細かい話はできたかもしれないんですけど、まあ、そういうところでそれぞれ持ってる、ね、スピードとか運動量っていうのをピッチで表現、させたいなと、そういうのを思い切り出させたいなというのを思ってます。では改めて今シーズンの目標、まあ、勝ち点やそういった数字の目標などもありましたら教えてください。まあ、具体的な勝ち点というのは、今シーズンどうなるか分からないですけど、まあ、J2 昇格というところでは得点を取らなかったら勝ち点は増えないので、得点と勝ち点というのは大体比例するので、そういう意味でも得点を取る、そのためにはいい守備から入らなきゃいけないなというところがありますので、なんとか最終的にはですね、優勝が一番いいですけど、昇格の位置に、座ってゴールが切れるようにしていきたいなと思います。ありがとうございます。次に小林スポーツダイレクターにお伺いします。まずこの新しい選手たち、こう去年のこう穴を埋めていくのか、それとも長所を伸ばしていくのか、こうチームとしてこうどのような強化方針を持ってこの選手たちを呼んだのでしょうか？まず先ほど言ったように2年間レンタルの選手が多かったんですね。まず一度返すということと、そこのところのポジションのバランスを見ながら、そこのポジションで今いる選手がどういう特徴があるか、当然そういう特徴を持ちつつ違う特徴を持っている選手をできるだけ集めるということと、根底に、いろんなサッカーがあると思うんですけど、原点回帰というようにサッカーをやっぱり描いているものをピッチで表現しなくちゃいけないと思うんですね。ということになると走れないといけないです。個人によって違う、得意な人もいればチャレンジする、ちょっと苦手っていうのも
結局メンタルが支えると思うんですね。それにチャレンジするっていうことをもう一度、考えてほしいというところ、それを持っている選手、今日の中に選手個人の中にハードワークができるっていう言葉が出てると思いますけど、そういうことは外さずに、選手を集めました。そういう中で、若いんで1年で伸びてほしい、伸びていってほしい、これには指導者がいる、指導者は、経験がある人が本当に選んでくれたんです。いろんなチームが声があるのは我が北九州を選んでくれたっていうのはすごく財産だと思ってるので、そこを大事に一人一人が伸びていけば、当然違った穴、得点できた選手が出てきましたけど、勝つためにはここのいる選手が得点しますから、この中でより、得点できる、いろんな選手が得点できる、得点をするためにいろんな選手が走る、一人が走るわけではなくて、パスコースが一つ二つ三つできると、当然そこには強度は上がるんですね。当然そこには距離も出るんです。データ的にいくと、そういうみんなが点が取れるような前向きな姿勢ができるような資質を持っている若い選手が、いると思うので、これを大事に伸ばしていければ結果は出てくると思っています。はい、小林さんの考えるギレマンズ北九州の原点とは何でしょうか。最後まで諦めずに走るということです。これは、私が就任したときに、皆さんの声、スポンサーさんの声を聞いたときに、負けてもいいから90分走る、もっと言えば、勝った方がいいな、そういうことですから、それは難しいんですけど、最後まで諦めずに走る、勇猛果敢に走るというところを打ち出してきましたので、そこがイコール、フィジカルがやっぱりメンタルが支えるというところになってくると思います。今年から就任された田坂新監督にはどのようなことを期待されますでしょうか。今言ったようなことをしっかり過去にやってのけてるんですね。当然結果が出るということもあれば、結果が出ないということもあります。でもそれを辛抱強くやれてる監督だというふうに、この監督の経験から見ていくと、当然そういうことができる監督だということで、期待をしてオファーをかけました。ありがとうございます。では続いて選手の皆様にお伺いします。まずは自身のアピールポイント、俺のここを見ろというポイント、そしてこのチームに移籍、加入を決められた理由、そして今シーズンの目標がありましたらお教えください。村野選手からお願いします。アピールポイントは変わりのところだったりとか、統率のところだと思ってます。目標、チームとしての目標は、当たり前に J2 昇格で、個人としては全試合に絡むのと、あとは点取りたいです。目標ゴール数など数字の目標はありますか。ゴール数一応まだ言ってないです。岡田選手お願いします。僕の特徴は、シュートがまず、自分のストロークだと思ってます。ただ何が何でも自分が取るというよりは、チームを勝つために、ゴールを取るところが逆算して、味方が相手でパスを出しますし、そういった意味では、ゴールを奪うための全てのプレーが自分のストロークだと思います。今年は先ほども言ったように、J2 昇格が至上命令、今年達成するしか、僕たちの存在意義はないと思っているので、それを体現できるような、10番としてプレーしたいと思います。移籍を決断された理由は何なんでしょうか。昨シーズン、再生した時にネクスタでの熱いサポーターの皆さんの応援を見て、対戦相手ながら、あ、ここでプレーしたいなと、直感したのを本当に覚えていて、でそのチームから、小林慎二さんからオファーいただいて非常に光栄でしたし、10番を考えていると、期待も感じましたし、何よりギラバンス九州は J3 にいるべきチームではないと思っているので、
そういった意味でもそこの、自分の持っているスピードを出して、このチームに貢献したいと心から強く思いました。よろしくお願いします。言ったようにパスセンスが自分の特徴だと思ってるんで、まあ、個人の目標として1年目から活躍してアシストを狙っていきたいなと思ってます。ピラワーズ北九州にこう印象はありますか？まあ、パスサッカーが、まあ、特徴なのですごく見ていて楽しいサッカーだなと思ったので、まあ、このチームを選びました。まあ、僕の特徴としては、ディフェンスのライン間でボールを受けて、シュートだったりアシストだったり、決定的な仕事ができることだと思っています。目標としては、チームは、J2 昇格、個人としては、全試合出場という目標を掲げます。僕のプレーの特徴は、チームのスタイルである、走るというのを体現できる選手だと思っています。なのでスピードであったりスプリント、そして運動量という部分で、このチームの J2 復帰に貢献できるような選手になりたいと思います。北九州を選んだ理由としては、まず試合に見に来てくださったスカウトの池本さんであったり、スカウトの平井さんの、僕をチームに必要としてくれているという、熱意を感じさせてもらって、このチームのために、このチームの皆さんのために、貢献したいなと感じたところが、北九州を選んだポイントとなります。今シーズンの目標はありますか？目標はチーム目標である J2 復帰というのと、個人としては1年間を通してチームに貢献し続けられる選手になりたいと思っています。ありがとうございます。では津保選手お願いします。僕の特徴はスピードを生かしたドリブルや突破、そして攻守ともにハードワークできるところです。個人としての目標は多くの試合に絡んで1点でも多く点を取っていきたいです。以上です。原選手お願いします。僕の特徴は、31歳と思えないほど若々しくプレーすると思います。今こうやって最年長という立場なんですけれど、今までそんな立場になったことがなくて、正直自分自身若手だと思っていつもプレーしてたので、まあそういうところをこのチームで持たせればなと思います。プレーは、戦う姿勢、あとは、まあ、最後まで諦めない姿勢というのが僕の特徴だと思っています。はい。北九州に移籍を決められた理由はありますか？そうですね、まあ、僕去年相模原をクビになって、まあ、トライアウトを受けたんですけど、その後に連絡をいただいて、まあ、僕のそういうハードワークだったり戦う姿勢をこのチームに還元してほしいっていうのを言われて、まあ、まさに僕を表す全てをこのチームに還元できるんではないかなと思ってこのチームに来ました。はい。僕の特徴といたしましては、さっきも言いましたけど、ゴールに対する貪欲さだったりハードワークできることだと思っています。その中で、ゴールに対してもそうですし、ハードワークする中でも投手をむき出しにしたプレーというのが一番の僕の魅力だと思うので、そういった部分を皆様に
にしていければなと思っています。自分の目標としては、2桁得点です。高吉選手お願いします。自分の特徴としては相手の攻撃の目を盗むこととハードワークすることです。で、今シーズンの目標は全試合フル出場で出ることと、まあ、J3 でデュエル王になりたいと思います。自分の特徴は主にドリブル突破で、チャンスメイクをすることと、ボールを持っているとき以外も動き出しだったり抜け出しが得意です。目標は個人の目標は J3 得点王を目指して頑張ります。ありがとうございます。続いて個別に質問させていただきます。まず村松選手にお伺いいたします。入場の時サポーターから大きな拍手が送られてきましたが、このステージに上がる時はどんなことを考えましたか？いや、本当嬉しかったです。という、まあ、ここ来てもそうですけど、決まった時も帰れるんだっていう嬉しい気持ちもあったし、あとは練習場で、3日間、練習公開しましたけど、その時にたくさんの方に来ていただいて声かけてもらって、本当にあったかいチームだなって思えて、本当に僕自身成長させてもらったクラブなので、それを僕が今年はその恩返しではないですけど、しっかり返していけたらなと思います。2021年にいらっしゃった時はチームが J3 降格というかなり悔しい結果になってしまったかと思いますが、今年はこうどんな決意を持ってここに戻ってこられましたか？僕の1年目がうまくいって5位で終わって、次の年僕キャプテンとして、でも僕の本当力不足で本当にあの年は何もできなかったんで、だからその悔しいあのシーズンは去年も忘れなかったし、今年も多分忘れることはないと思うんで、本当今年は絶対結果残したいなって思ってます。高田選手にお伺いします。サポーターの皆さんからはゴールの量産を期待されているかと思いますが、どのように答えてくれますか？もちろん結果とあとはプレーでお答えしたいですし、ただ自分はチームを勝つために全てやるというふうに思っているので、その結果ゴール数という形でもそうですし、守備でもハードワークの面でもそれを一番に体現する選手にしてピッチで表現したいなと思います。背番号10を背負うことになりました。この背番号の重みは感じますか？本当に僕も対戦していろんな北九州の10番の方見てきましたけど、それだけクラブが僕に期待をしてくれているサポーター皆さんが一番見る番号だと思うので、それにしっかりと自分らしくピッチでベストを尽くしてお答えしたいと思います。ありがとうございます。岡野選手にお伺いします。岡野選手、長崎県出身で大学は大分の方で通われたかと思います。この九州のクラブでプロのキャリアをスタートされることについてはどう感じてましたか？僕自身、長崎のユースの方で高校時代は3年間お世話になったので、ギラマンツ北九州というクラブはオファーをもらうまではこう敵ではないですけど、やっぱりこういうプロの、他のチームとして見てたので、そういうチームでこうやって
温かく、迎えられて、スタジアムもとても素晴らしいですし、サポーターの方も、とても熱いので、そういうチームでプレーできる、そしてプロ1年目を迎えられることはとても嬉しく思います。ありがとうございます。須郷選手にお伺いします。ユースからの昇格は久しぶりになるかと思うんですが、このトップチームの一員になった今のお気持ちはいかがでしょうか。幼い頃から応援しているこのチームでプロとしてのキャリアを始められてすごく嬉しい気持ちです。ユース自体はどのような目標を持ってプレーされていらっしゃったんですか。そうですね、高校3年になってトップチームとのつながりが多く増えるようになって、そこからトップチームの練習参加だったりというのが増えて、トップチームに上がるためにというのを意識して続けてきました。トップチームというのはユースの選手にとってどのような存在でしたか。憧れだったり高いレベルでプレーできるということで、すごく楽しみにしていました。ちなみにギラワンズ北九州は小さい頃から応援されていらっしゃったんですか。はい。それからサポーター歴はどれぐらいですか。小学生の頃から応援させていただいてました。やっぱりこのギラマンズ北九州の方を勝つことがやはり北九州市民にとっても嬉しいことだったりしたんですか。はい。チームが勝利することによって、友達同士の話題でも多く出てきました。今目の前にたくさんのサポーターの方がいらっしゃいます。サポーターの方々で北九州市民の方をこれからどのように喜ばせていきたいと思ってますか。ユース出身である僕がミクスタでファンの皆さんの前で活躍して恩返ししていけたらいいなと思います。ありがとうございます。では続いて多田選手にお伺いします。先ほどもおっしゃられてたと思うんですが、上方選手と同い年でチーム最年長になるかと思いますが、チームでの役割はどのようなことを期待されていると思われますか。そうですね、若い選手がいるので、勢いに乗っていい時って誰も止めれないほど多分勢いに乗れると思うんですけど、シーズン通して戦う上でやっぱ勝てない時期って絶対に来るんで、そういう時に、ここが自分の好きなことを言ったり笑けたりしないように、なんかまとめるって言ったらちょっと偉そうになるんですけど、そういうふうにばらけないように、うまくみんなの話を聞きながら一個の方に向かえるようにバックアップできればなと思います。もう何度かチームの皆さんと一緒に練習されているかと思うんですが、チームにはもう溶け込めてますか。はい。見て僕8チーム目なんで、このチームが。で、移籍結構慣れてるんで、浮いてないんで、去年から行ってたんちゃうかなっていうぐらい、すぐ馴染むのは得意なんで、もう馴染んでます。前のチームでは、クリスと呼ばれていたそうですが、今もう呼ばれてますか。はい、過去のチームでクリスっていろんなチームで呼ばれてたんですけど、チームメイト限定なんで、皆さんは決してクリスと呼ばないんで、ただっちでお願いします。ありがとうございます。続いて高橋選手にお伺いします。インカレで日本一になられたということでおめでとうございます。日本一になられたときはどんなことを思いましたか。日本一になったときは実感がなくて、
笛が鳴った後は日本一かと思いましたけど、試合終わった後にロッカールームに帰った時に、あ、日本一になったんだなと思いました。今こうギラマンズ北九州に入団されて、この地クラブで成し遂げたいことはありますか？成し遂げたいことはやっぱり J2 昇格2を成し遂げたいと思います。頑張っています。ありがとうございました。代表からの質問以上です。ありがとうございました。それではあの記者席の方、他の方、挙手していただいて、短めの時間になりますけれども、ご質問のある方挙手をお願いいたします。よろしいですか、記者席の方、大丈夫でしょうか。はい、あ、お二方、はい、じゃあマイク持っていただいて、はい、所属とお名前をおっしゃっていただいて、ご質問お願いいたします。毎日中の林と申します。よろしくお願いします。小林さんにお伺いした方がいいのか、監督にお伺いした方がいいのか、あれなんですけれども、今シーズンってもうキャプテンとかって決まってらっしゃるかでしたっけ？誰に行くかっていうのは何かありますでしょうか？いや、今回は、まあ、以前あったチームでやってたんですけど、今29人ですね、いる中で、学年っていうか年齢ごとに4グループ作りました。でその中で各グループでリーダーを作ってもらって、まあ、グループのリーダーと選手会長で、まあ、そういう人たちが、まあ、意見を吸い上げてきてすると。で選手に話をしたのが、まあ、いつ言うか分かんないけど、選手の中でこの人だと思う人をキャプテンにした方がいいかなと思ってるんで、よくある指導者がキャプテンをやってっていうんじゃなくて、選手の中から認められた選手がリーダー、キャプテンになるっていうのがチームとして今のこのチームがいいのかなというところで、キャンプ中も含めてですね、どっかのタイミングでリーダーを集めてキャプテン誰にするっていうところは話をしたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、これで質疑応答よろしいですかね。はい、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。